はじめまして。もしもし、はじめまして。<laughs> ちょっとあのちょ、僕もちょっと今、ちょっとすごくドキドキしてるんですけれども。いや、こちらこそですよ。本当にお邪魔じゃないんですか。<laughs> いや、あの、全然、あの、邪魔、邪魔というか、むしろ、ど、すごいなと言いますか。こんなことがあるんだなということでいっぱいですけれども。<laughs> ちょっとじゃあ、お名前だけちょっとまずお伺いしてもいいですか <laughs> はい、改めまして DM0 件ということでここにも1リスナーが聞いておりますよという DM を送らせていただいたことからなぜかこのような流れに「なり候メリークリスマスおねぎです」声優がしりますよろしくお願いします <laughs> ちょっと信じられないんですけど僕今いやこちらこそですよいやすいませんなんか見ていただいてる中なんかわざわざ来てもいただいていや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 本当に DM0 件のインパクトが強すぎて。<laughs> <laughs> これはさすがにせめてちょっと一件だけでもここに見てる人はいますよっていうことだけ DM を送らせもらったんですよね。いやそうですねなんかありがたいことにいただいて。ね、ツイッターであの総フォローだった流れもあってはいはいはいそうですねちょっとこの前。い,ことにね、いやー来ていただけるとは。したらよかったら来てくださいっていうから急き準備して <laughs> いやそれはよかったら来てください <laughs> なりますよそれはもう。<laughs> <laughs> <laughs> いや久しぶりですねロベルさんで全然こうやってお話しするのはほんまなんかツイッター以外では全く初めましてですもんねほんまにそう一番最初何でしたっけねなんかイオフィーさんあれでもイオフィーさんかなんかでなんか小野裕紀さんが VTuber さん教えてくださいみたいなことをなんかツイッターかなんかで言ってる時に 多分こう俺の名前が載ってお姉さんに知ってもらえたみたいなそうだ流れだった気がします。うん、たまたまリプライをいただいた時に実はイオフィーさんのことはあのロベルさんの配信にゲストでいらっしゃってた時に拝見していて。 あの何か国語もね話すすごい才能を持ってる方ですよねみたいな流れでロベルさんの名前が出た流れにさらに多分ロベルさんが反応してくださってみたいなそうですね確かそこやったと思うんですね最初はでありがたいことにこう,う相互フォローにさせてもらってっていうねえそこから実は個人的には拝見していて <laughs> マジですか, <laughs> か歌枠とかでたまにバンプのね曲歌ってくれたりとか <laughs> 好きなんですよバンプがホ、ね、ですか配信まで見ていただけてるなんて。<laughs> とたまにご飯一緒に行ったりとかどういうことですかうやえてきましたね藤君とご飯行ってるんですか小野由実さんすげえなそれはまたまあ確かにちょっとご時世がちょっとねいやなんか不思議な感覚でなんかこういつもこう僕もアニメとか見るのすごい好きでなんかおーってなってますすげえ今ほんまかと思って。 なんかねこんな形でねあの直接お話しする機会になろうとは本当に想像してなかった <laughs> っそう僕もですよほんまさっきほんとに何の気なしにチキンライス普通に聞いたんですよ <laughs> めっちゃ見てくれてますやんで1個前の枠も普通に見ててあめっちゃこの枠やめてさらにとちまするんだなんて普通に思っててはいはいはいそうなんですそんな流れだったんで驚きでした <laughs> 普通に見ていただけてるっていうことが僕びっくりですわ何か, <laughs> だから、ね、あんまりこう名前を挙げさせていただきすぎるのちょっと逆に失礼かなと思って本当にただただ一リスナーとしてあの拝見していただけだったのでこの数か月はいやほんまにありがたいですわなんか <laughs> うん なんか、まだ、まだ夢見心地ですもん、なんか。<laughs> ほんまにあの、小野幸さんと喋ってんねやっていう、このクリスマスイブの。 僕もその,の,中のアニメとか,とかねイベントとかで表に立つ以上はあの声優としてね頑張って立ってはいるんですけれども,もう今、自分のまあ防音室なんですよ自分の部屋がいつでも声出して歌の練習できるようになのであの声出し放題の状況の僕の今の状態だと普通になんか一般人ぐらいの気持ちなんですね普通にファンなのでもはやチュー t u b e r さん全般大好きで そうなですいうふうに思ってもらえることがめちゃめちゃうれしく、なんかある意味、これもクリスマスプレゼントだなと思いながら。素敵なクリスマスプレゼント、いやこちらこそ、本題、それちょっと、こんな中ね、お聞きするのもあれかもしれないですけど、ちょ夕刻サンタやってましたね、さっきまでジンゴーベールって言ってたんですけど、そうなんですよ夕刻ロベルですって言っちゃったんですけど、普通の名前やめちゃくちゃ普通に名乗ってもうたんですけど、小野由紀さん、今年あった一番うれしかったこととかで、ちょっと、お聞きしてもいいですか、ちょっと。 い,や本当ね、いろんな楽しいこととプラ,イプライベートでもたくさんあったんですけれどもやっぱりこ VTuber さんに出会えたことがやっぱり結構大きくてなんですかねあのー、やっぱ配信っていうのが僕大好きな文化。 ははははい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 、はい、この時間って今、本当、夕、ま、刻、あ、サンタさんが一人でこう <laughs> ね届けている時間であり、そこをこのリスナーの皆さんが、ね、一緒にコメントしながら、なんかこういうやり取りがすごい大好きなんですよね。なんかいいですよね、こういうやり取り、いいね、僕もめちゃくちゃ好きなんですよ、人と喋ったり、こう、えー、人と関わりを持つっていう、なんかすごい、えー、同じ時間を共有してるってことが、なんかまず、そうそなんか。 なんか信じられないじゃないですか言ったら今これを見てくださってる何人かの人と時間を共有してるってめちゃくちゃすごいことやなと思って、ね、本当にそう思います僕もそれをしかも今までねはい、はい、あのー、この時間すべてやっぱ枠だったりとかロイルさんが準備してやってる時間なわけじゃないですか。はいはい、本当になんかママンンツーののこの時間が ね、すごい素敵で、なんで僕もあのー、個人的に配信をやってる中で、はいはい、だから好きなんだなっていうのをすごく感じたんですよね。あー,ーんなんかすごいな、うんそう言ってもらえるのすげー。 なんかん本当に僕も今ただの一般ファンになっちゃってるんですけど <laughs> なんかかつこんなことをなんか本人を毎日言うの絶対ちゃうと思うんですけどめっちゃいい声ですねやっぱ <laughs> ありがとうございます <laughs> めちゃくちゃいい声ですねやっぱりありがとうございますいめちゃくちゃいい声やいい <laughs> いやいやいや,いや,いやすげえ一般ファンになっちゃうサンタさんなのにあいけない今日はサンタなんだ私あそうそう<け>サンタさんねサンタさんいやすいませんなんかお忙しいお時間の中なんか来ていただけていやいや <laughs> 結構なんだかんだで、はいはい、あのリッカさんとかもね、拝見してるたりとかなんだかんだんですよ。はいはい、<laughs> あの歌枠がやっぱ結構好きで、はいはいはい、はい、なのでこんな機会にお話しできることになろうとはいやいやいやな。僕もこんな日が、うん、まさかこの日に小野ゆきさんと始めた日に喋 <laughs> <laughs> る日になるとは思いませんでした。本マ <laughs>、ま。正夜にまさかの。まさかのこの正夜にまさか。<laughs> あとロベルさんの歌うときめっちゃ爽やかになりますねこれ。ななんかなっちゃうんですよねなんか。これはいつか言いたかったね。いやーありがとうございますなんかそんなこと言っていただいて。なんかまた機会があったらこういうなんかちゃんとしたなんか機会があったらなんか誘わせてください小野裕さんもしよければですけど。<laughs> <laughs> もしご縁があればぜひぜひご縁がありましたらぜひぜひで普通にホロライブさん自体もはいはいはい先日あったライブは投資券で普通に拝見していただいてもうがっつり普通にもううちの姉さん方もそうなんですよねうちの方も含めて見てるんですけどそうなんですよ名前はまあん上げさせていただくとね逆にあのお味役だったりもするのではい。だけだったんですけど実はまんべんなくめちゃくちゃファンしてくれてますねなんか 楽しままませてていいいただいておりますいありすすあがとうございます僕もなんか尾根幸さんの作品とかもそうですし尾根幸さんの配信もたまに僕も拝見したりしてるんで、うん、そうそうですね僕も配信見るのめちゃくちゃ好きなんでえー、マジっすかいや見たことありますよオープンレクトとかでやってるやつも見たことありますよ<お> <laughs> <laughs> めちゃくちゃ見たことありますよ、えーマジ めちゃくちゃいますよオープンレックさんまでオープンレックさんまであだから物置さんがそのなんか V というかその新しいその、側っていう言い方あるかもしれないですけどそれになってるデビューの配信とか見てて浅村呼びを言ってくれてた時もあれ聞いてました僕そうノベルさんからねあの ASMR 浅村呼びするっていうのを知ったんですよ、みたいな話をねたまたましたとこ見てたってすごいだろうし見てました見てました うわ、面白しおも、なすごい、だからすごいです、なんかその一人の中に俺も小野ゆうきさんがいるとは思わなくて小野ゆうきさんもその一人の中に俺がいるとは思わないっていう <laughs> そうですねこの感覚、えぐいですよねやっぱ配信って夢あるな夢ありますよ <laughs> これは素敵だわ、やっぱり素敵ですね、配信ってうんなんか盛り上げていけたらいいなと思うんですよね、だから そうっすねなんか本当何かの形ではい、うんなんか楽しいことがもしできたらね。いやぜひぜひなんかその際はぜひなんか協力させていただければなと思います。うんうんうん ぜひ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 すいませんこんな遅い時間にお忙しい中お時間いただいちゃって全然全然ありがとうございますはいまたぜひとも合間を見てあい間を見て Vtuber さん拝見してますので <laughs> 家の合間を見てもちろんウブリの何時間に見て,もらって、はい、ます、はい、また僕もおぬきさんの配信と見に行かせていただきます <laughs> ありがとうございます <laughs> いやーなんかニッコニコになっちゃうなねわかります, <laughs> りますニッコニコになっちゃいますよなんか いいですね、こういうのっていいです。ご縁ってやっぱ素敵ですよね、やっぱり。んますコメントの方、皆さん、ありがとうございます。なあったかく聞いていただいて。それはもうあったかくもなると思いますよ、うちの子たちも。うちの子たちも初めて言いましたけど、今。と子たちだって、うちの子たちも。すげえ、みんな、これがクリスマスイブの奇跡ですね、これが。生まれましたね、これが。臭い言い方をしちゃいましたけど、今。 <laughs> うーんなんか楽しいや、本当皆さん本当ありがとうございますね。あかいコメントいただいて。いやいやまたお姉さん、ぜひともなんかお話しするっかがあったら誘わってください、うん、ぜひとも。もしよかったら、はい。よろしくお願いします。はいぜひぜひね、すみません、お忙しい中、お時間縫っていただきまして。ありがとうございました。また何かありましたら、よろしくお願いします。うん